はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は無料の情報をお知らせします。単なる無料ではありません。今回は安かろう悪かろうではなくてですね、有名なパルサーというプラグインメーカーさんが出したソフトです。まあ確かに定価はそんなに高くないようなんですけれども、9月の末まで無料で配ってくれているというようなすごいアナログ系イコライダーです。もう僕の動画の前に 2,3 人の YouTuber の方が早速動画を出しておられました。どれも上手に説明をしてくれているんですけれども、そりゃ DTM の解説者なら必ずと言っていいほどこのソフトはいいと感じると思います。僕も大げさではなくってですね、2万円3万円級のイコライダー、そんな感じで捉えています。ですから皆さんもぜひゲットしてください。ダウンロード先は概要欄に貼っていますので、この動画を見終えたら必ずもらっておいてください。それぐらい優秀なアナログ系のイコライダーです。主に使い道としましては、各トラックで使う以上にですね、やはりミックスバスとかメインバス、こちらで使う方がいいという感じです。極端なイコライザーになりにくい3バンドのイコライダーです。ですから細かなところはできないように思うんですけれども、なぜこんなイコライダーを発売するかというとですね、何とも言えないクロスオーバー、いわゆる各帯域の連携が素晴らしい急カーブになっているように思います。メーカーさんたちが言ってくれているお話をかいつまんだだけなんですけれども、 W495 というイコライダーはですね、70年代から90年代までのほとんどのレコードアルバム 90% とか書いてありましたけれども、それぐらい信頼されたマスタリングイコライザーということらしいです。その名前に引っ張られるんではないんですけれども、僕は実際使ってみて、僕が持っているちょっと価格も高いような 2,3 万のイコライザーと比べても十分勝負できるようなツヤとかアナログ感、これがとってもいいソフトだと思います。話が長くなりましたが、もう解説の方は先に解説動画を出してくれている YouTuber さんがいますので、僕はこれの特徴である MS 処理の M と S を分けて処理できるというような便利な機能がありますので、じゃあ MS 処理、いわゆるミッド成分とサイド成分がしっかり分かれた状態になっていないと、このパルサーの W495 イコライザーはあまり意味を持たなくなります。マスタリングで MS 処理をする理由いっぱいあるんですけれども、 MS 処理でやると音圧も稼ぎやすくなったりとか、そういう利点もいっぱいあります。それを活用するためにドラムのトラックからやりますけれども、ちゃんと MS でしっかりセパレートされていないとですね、これの良さが出てこないので、このソフトの解説以前に下準備の方も今日はお話をしたいと思います。まずはドラムの音を鳴らします。ここにはですね、ノマッドファクトリーというアナログのエミュレーションではとっても優秀な会社があって、音がとってもいいです。ドラム用の専用ツールを入れてあります。ちょっとバイパスから聞いてみてください。こんな感じです。今聞いていただいたのは本当にプラグインから出てきたそのままの音でした。ここにドラムツールを入れます。一気に良くなります。まずはバイパスから入れます。ハイハットがとっても明瞭になりましたよね。ここでドラムのミックス自身の下準備をしました。こんなようなソフトでして、操作もめっちゃ楽でですね、ここでドラムセットというボタンで選んであるぐらいです。あと細かいところはそんなにも
やっていません。このプラグインを入れるだけでドラムが生き生きしてきます。そしてそれをバスに今送っています。まずですね、この音にドーテックさんの D ワイダーでステレオ幅を広げます。ここはまだ MS 処理じゃありません。ステレオワイドっていうやつですね。じゃあ聞いていただきましょう。バイパスから入れます。とっても良くなりましたね。そして MS 処理に行きます。 MS 処理では有名なWaves のセンターというソフトがあるんですけれども、皆さんせっかく無料でパルサー W495 をゲットしてもらおうと思っているので、 MS 処理のソフトも無料のものをご紹介したいと思います。それはこんなソフトです。グッティーハーツさんとでも読むんでしょうか。ここのソフトの中でプラグインというのがありまして、ミッドサイドマトリックス、これが無料で配布されています。こういうようなソフトです。ここでダウンロードが無料でこの右の端でできるんですけれども、ここの会社さんは全部の発売しているたくさんのプラグインですね、これが全部ダウンロードできるようになっていますので、インストーラーでこのミッドサイドマトリックスだけを選んでインストールをしてください。他のもお試しということではできるんですけれども、最終的にはお金がいるものですので、このミッドサイドマトリックス、これはずっと無料で使えますから、これをご利用ください。それをインストールするとこのような画面になります。これはミッド成分とサイド成分を本当に簡単にできるようになっています。ちょっとやってみましょう。まずはバイパスから、ここまでのドーテックさんの D ワイダーまではもちろん入っています。この時点ではもうかなりいい音になっています。はい、これをオンにします。はい、とってもまたハイの部分が良くなりましたね。全体の音量をバランス取ってください。バイパスします。こんな感じにあまりボリュームを上げてしまわないこと、これがとっても重要ですので、このようにセッティングしてください。もう少しサイド成分が多い方がいいと思えば、このサイド成分を上げます。はい、このように下準備をします。今日は深掘りはしませんが、ウェーブスさんのセンターというのもこのように真ん中のミッド成分とそしてサイド成分、これで音を作ることができます。ちょっとやってみましょう。まずはバイパスから入れます。はい、もうちょっと上げます。はい、サイド成分というのはどちらかといえば高音に近い音、それが明瞭になってきます。では先ほどの無料のミッドサイドマトリックス、こちらでこの後は進めたいと思います。本題のパルサ495です。ここからは少しだけ端折りながらこのソフトのいいところをいくつか言います。まずプラグインをオンにしました。ここで音作りをするわけですけれども、はい、普通のイコライダーのようにこのように上げたりできます。ここを左の方にすると M 成分、センター成分ですね。そして真ん中にするとミッドとサイドと両方です。そして S にするとサイド成分、それにだけこの帯域がかかります。今の場合 S になっています。サイド成分に対してかかります。はい、
高音の方もそうです。ちょっと今強めに上げていますね。なぜ強めに上げるかと言いましたら、これで MS 処理を外します。はい、全く違いますよね。もう一度 MS 処理を入れます。どうでしょう、今日は何を言いたかったか。他の解説 YouTuber さんはこのパルサーのソフトだけをお話ししているんです。僕の方では今日実験をやっていますように、 MS 処理をできるいいイコライザーなんだから MS 処理の下地を作っておきましょうというお話、これを重要視してお話ししてるわけです。この無料のミッドサイドマトリックス、こういうものを入れるか、ウェーブスのセンター、こういうものを入れてですね、そしてこのイコライダーを使いましょうという、ここが僕の言いたいところなんです。そうしないとこのイコライザーが生きてこなくなります。ちょっと今は極端にやりましたので、僕がいいと思う音作りをしたいと思います。はい、Qカーブをここで設定できます。はい、両端はシェルピングです。この絵がありますよね、 Y の字が横に倒れたような絵が下の赤い領域にも上の青い領域にもなっています。ですから普通のピークの Q というのは真ん中だけです。両端はシェルピングということを覚えておいてください。一応周波数は動かせます。そしてこの一番左のダイヤルを見ていただきましょう。なんか3つに分かれてるような感じなんですけれども、これは途中の自由なところも動かせます。微妙にこのように動かせるわけです。でも実機はこんな風にはいきません。カチンカチンカチンと40、60、100という風に動きます。ゲインの方もそうなんですが、実機の方では2デシずつこのように上げることができるわけです。これは好みもありまして、ステップで動くようにしたい人、そういう人もいてると思うんです。なぜかというと、この辺にやっていくとですね、 1.40 なんですね。これ 1.5 にしようとか微妙になると、なかなか同じ設定ができなかったりします。ですからこのソフトは一番右の端の方にいろんなメニューがあるんですけれども、ここでステップでやりたい人というのができるようになっています。ハーフステップとステップズ、これを選んで、このバンドワイドもステップ、そしてフリケンシー、いわゆる周波数もステップ、このように3つともステップにしておきますと、このダイヤルがこうやってカチン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 、こんな風に動くようになります。これは好みでやってくれればいいと思います。他にもいっぱい優秀なところがあります。例えば、こんな風にちょっとずつマスタリングなんかでちょっとずつこうやって上げてるとします。すると山が小さいですので分かりにくいですよね。そんな時にこの角が今オートに最初はなっているんですけれども、これをプラス24とかしたら小さくなりますし、これがプラスマイナス3デシベルとすると、こんな風に山が高く表示されたりするわけです。この辺もよくできていますよね。ですから一番見やすいようにすればいいんですが、通常はオートにしておくといいと思います。はい。
このように上げれば上げるほどですね、オートが効いて微妙に計算し直してですね、グラフィック表示を変えてくれるというふうになっています。いっぱい機能がありまして、こうやって表示の仕方を変えることもできます。また、これの特筆するべき重要なポイントはオートゲインです。僕の動画をいつも見てくれている人は、村長いつもインとアウトの音を揃えようコンプレッサーででもイコライダーででもよく言ってるよねっていうのをいつも見てくれている人はそう思っていると思うんですけれども、これもですね EQ をハイを上げたとかいうのもですね、ボリュームが上がってしまうと人間の耳というのは何せいいように聞こえるんですね。ボリュームが小さいと寂しく頼りなく聞こえます。それがあるとどうしてもどれだけハイがきれいに上がったかとかいうことが分かりにくくなりますので、このオートゲインをつけておくとイコライザーを上げるということはイコールボリュームを上げることになりますので、同じように音量が鳴るようにうまくできています。ちょっとやってみましょう。上げます。はい、こうやって上げてしばらくするとゲインを整えてくれます。じゃあこれでちょっと低いところを上げます。はい、そしてこの音を探るときにシフトキーを押しながら2番だったら2番の周波数ポイントを押すとソロで聞くことができます。はい、このソロ機能も便利ですね。そしてグラフもあまり早く動くと分かりにくいと思えばスローにすることができます。はい、この右端の方にインフィニットスペクトラムというようなボタンがあります。これをするとですね、マニュアルを見ても分からなかったんですけれども、 RMS のような波形が出て平均的な音の量を表示するようです。ちょっと聞いてください。はい、このようにグレーになっています。はい、これを切るとなくなります。そしてこれをロックすることもできます。右クリックしてロック。はい、そうするとこの平均というのが動かなくなったりします。はい、ここの部分だけが今僕がちょっと分かりにくいところです。あとはプリセットの保存などもありますし、そして一つ前に戻る、はい、ここにはこのようにアンドゥがありまして、一つ前にだけは戻れるようです。戻るのは一個だけのようです。
はい、そしてこの左の端がバイパススイッチです。はい、そしてパルサーさんの他のソフトにもありますようにポイントのところに持っていくとここでこれをミュートしたりそういうこともできるようになっています。またゲインを数字で入力することもできます。周波数も同じように70、こんな形で手入力も対応しているということです。プリセットもたくさんありますので、ぜひ無料でゲットしたらいろいろ試してみてください。何度も言うようですが、このソフトは本当に高額なイコライダーにも匹敵するようないいソフトですので、ぜひとも2023年9月末までに無料でゲットしましょう。村長スタジオでした。